どうも、ガラマシです。今回はですね、ニーヤリンカネーションがリリースされた直後にやるべきことがですね、クローズドベータテスト通して分かったので、それを紹介していきたいと思います。では、早速いきましょう。一つ目、ストーリーを4章まで進めてください。4章までクリアしなければいけない理由なんですが、このゲームのマルチ要素、対人戦のアリーナというものと、探索っていうシノアリスでいう、まあなんかお掃除みたいな、要素があるんですけれども、これがですね、4章までクリアしないと解放されなかったんですね、クローズドベータテストの時に。なので、4章まで進めることによって、すべてのコンテンツを楽しむことができます。ストーリーに関しましては、4章までノンストップでクリアできるようになっているので、リリース直後にですね、やっていただいて、アリーナと探索、解放してほしいと思います。はい、その次、2つ目ですね。ガチャを引いてください、皆さん。これはですね、まあ後々説明するんですけれども、まあイベントを進めるのとか、まあアリーナで勝っていくという時にですね、大変重要になってきます。はい、このゲームですね、武器にキャラがついてくる、まあシノアリス方式なんですけれども、星4のキャラをですね、まあ1体、最低でも1体欲しいかな。最低でも1体欲しいんですけれども、まあ無理だった場合は星3のキャラ3人くらい。引けるまではガチャ引いていかないと、まあアリーナで勝っていけないかなと思います。ちなみにですね、個人的にですね、このフレンリーゼ一番強いと思うので、ぜひ引いてほしいなと思います。あ、リセマラに関してはですね、ちょっとクローズドベータの段階ではよくわからないので、そこはリリースの時にどうなるかっていう感じだと思うのですが、リセマラはちょっと難しいんじゃないかなと思いますね、個人的には。はい。三つ目、このゲリラクエストというもの、これ絶対にやってください。まず、このゲリラクエスト何なのかっていうことなんですけど、はい、キャラクターと武器、そして音もメモリーというので、まあこの戦力というのが決まってくるんですけれども、まあ、戦力というのはあれですね、HP とか攻撃などのパラメータの総合値なんですけれども、この戦力ですね、キャラと武器が大きなウェイトを占めているので、育成が大事になってくるんですが、そこで重要になるのがゲリラクエストになります。このゲリラクエストを回らないと、キャラと武器を育てることができません。しかも、このゲリラクエスト、1日に4回しか開催されないんですね。なので、絶対にゲリラクエスト回ってほしいと思います。はい、開催時間なんですが、0時から1時の1時間。そして6時から7時の1時間、そして12時から13時の1時間、そして18時から19時の1時間、この4回だけになってるんで、絶対にゲリラクエストやってください。じゃないとキャラと武器育てられないです。では次ですね、4つ目、メモリーを集めてください。このメモリー何なのかっていうと、はい、メモリーなんですが、同じ種類のものでも違う性能になります。しかもですね、メモリーはこういう、なんか左上に書いてあるようにシリーズというものがあります。同じシリーズで装備することによってステータスのボーナスがもらえるんですね。それがかなり重要になってくるので、シリーズ集めてください。はい、そしてメモリーですね、このそれぞれ左上に1とか5とか数字書いてあると思うんですけれど、これが何なのかというと、そのメモリーが持っている効果の数になってます。どういうことかっていうとですね、これ1のやつ見てみましょう。1だと、はい、メインに攻撃プラス 1% っていうのがあって、そのサブのとこロックみたいなのかかってますよね。5のもの見てみましょう。はい、こちらはですね、メインに攻撃プラス1があって、サブに4つ効果ありますね。これ何かというと、メインとサブの合わせて何個効果持ってるかっていう数字なんですね。あれ、この、まあ、効果、メモリーを強化してレベルを上げることによって増やすことができるんですが、レベル1から効果を5個持っているものを率先して集めてほしいと思います。はい、そしてですね、5つ目、お供の強化になりますね。あ、お供ってなんだろうっていう話なんですけど、お供、今回ですね、なんか本とか人形とか、いろいろお供としてバトルに連れていくことができるんですね。なんかドラゴンもあるらしい。それはリリースが楽しみなんですけれども。はい、このお供の強化が大事になってきます。お供結構ね、強いんで、強化してほしいんですが、
この必要な素材っていうものがあるんですけど、これがメインクエストを周回してそこでドロップするチケットを使うガチャでしか手に入らないんですよ。なのでかなりシビアなんですけれども、音も強力なのでぜひやってほしいなと思います。はい、6つ目です。6つ目、フレンドをいっぱい集めてください。なぜかというと、今回ですねフレンドに対して声援っていうものを送ることができて、フレンド1人に対してですね声援送るとスタミナ1、そして受け取るとスタミナ1もらえるんですね。で、フレンドが今100人までということになってるんで、最大で200スタミナもらえることになるので、かなり重要なものになってます。なのでフレンドどんどん見つけてください。フレンドに声援送ってもらわないとですねスタミナ受け取ることができないので、毎日プレイする方、よくプレイしている方にフレンドになってほしいと思うんですけれども、それはですね右側見てください。なんかグラフがありますよね。これこのグラフですね、なんとその人がプレイしている内容というか、その人のプレイによってグラフ変わっていきます。はい、なんか4つ項目があるんですけれども、はい、僕が今なんかなってますね、盗作的ってやつ、これですねっていう対人戦があるんですけれども、これをプレイすることによってで盗作的のグラフどんどん伸びていきます。リーナをよくプレイしている人は盗作的のグラフが伸びています。はい、そして上ですね、上側物欲ってなりますねこれは字の通り、これガチャよく引いてる人はぐんぐん伸びていきます。チャプターガチャ、メインクエストでドロップするチケット回したガチャも回数に含まれているっぽいんですけれども、ガチャをよく引く人は物欲のパラメータ伸びていきます。そしてですね、下側収集壁っていうのがあるんですけれども、これはですねおそらくキャラが揃っているとか、さっきのお供が揃っているということだと思います。今の段階ではちょっと詳しくはわからないですね。そして左側執着心、これもよくわからないんですけれども、何かしらのプレイで伸びていくものだと思います。なのでよくゲームをプレイしている人はですねグラフの形が変わっていきますので、そのグラフが変わっている人にフレンド申請を送ったら、よくゲームをプレイしてくれるのではないでしょうか。はい、ということでですね、リリース直後にやるべきことを紹介してきました。どうだったでしょうか。いや本当にねこのゲーム面白いのでリリース楽しみですね。はい、正式リリース後もですねこのゲーム続けていきたいと思いますので、この動画が役に立ったと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。以上です。